頑張ります。テンション低いですね。ちょっとこの前のがまたなってしまうんじゃないかと思ってちょっと緊張してます。大丈夫です、頑張ります。海の男みたいな。やってまいりました、久しぶりの釣りでございます。ございます。今日は羽田空港の目の前から出船いたします。午前のアジ船に乗りますよ。で今日のテーマ、はい、はい、今日のテーマは物資役です。今日のテーマ、あの無事に帰る。そうです、はい、伊藤自動車さんが、以前乗った時に一発目で船酔いしてしまいましたので、船酔いリベンジ克服のアジ船です。頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。
食べます。はい、帰ってまいりました。今日は羽田にありますデンジュマルさんで御前味仙。はい、お世話になりました。お世話になりました。京子さんが筒抜けなんとかしました。おめでとうございます。今日は最初なんか手縫い足しみたいのがかかって、その後味2連とかも来たけど、もたもたしてたら味逃がしちゃって、あでも味5、6匹かな、釣れましたね。まあ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 楽しかったです。お天気も良くて最高です。じゃあ後でまた、はい、これをね、はい、お料理しましょう。美味しく調理して食べましょう。今日はお寿司。あ、お寿司味のお寿司楽しみだな。そうそうそう、今日のもう一つのテーマは船酔い克服だったんです。大丈夫でした。あ、やった、釣れたし、バッチリですね。釣れるよ、釣れてれば大丈夫。大丈夫だ、次からも、はい、克服しました。よかったです。楽しかったです、はい、あ楽しんでいただけたようでございます。またこの後夜もありますので、はい、ぜひ、はい、そっちも楽しみましょう、はい、食べましょう。後ほど。結構釣れましたね。多分合わせたら50くらいはあるかな。イワシちゃんの鱗。アジフライ用にさばいております。鱗取ったりしましたよ。お、酢飯ですね。酢飯です。おお。
あ、いいです、これはいいです。お寿司。劇場です。お寿司はやったことがありません。できました。できました。味尽くし。今日はね、いや、今日はお寿司が、そうです、なんて美しいんでしょうか。じゃあ乾杯を、いえ、しましょうか。いや、皆様アジ乾杯。アジ乾杯。お疲れ様です。あれ、はい、はい、うまい。では塩焼き、塩焼き、には小ぶりなんですけど味はあります。うん、うん、おいしい。お刺身いきます。お刺身いただきます。脂乗ってて美味しいです。うの大好きな大好きなお寿司タイムがやってまいりました。京子さんが握ってくれたお寿司です。美しいですよ、見てください、この輝き。いっぱいどうしましょう、シャリにつけちゃいます。お醤油すくいません。いただきます。うん、うん、うん、またまた違うお酒を、お酒かな、お酒が足りないお魚を一匹釣り上げました。ました。石餅ちゃんです。はい、さあ食ってみよう。味があります。うん、そうなの。うわ、うまい。食べて食べてじゃあ、横から釣り上げた石餅さんを、いただきます。うん、うん、うん、あ、うん、おいしい。味とは全然違う。なめろう、じゃん、なめろう、味ついてる。このままいっちゃっていいか。
いただきます。うん、おいしい。アジフライ、わさび醤油でいただきますよ。よいしょ、じゃじゃーん、いただきます。あ、うん、おいしい。やっぱり王道ですね。おいしい。いや、お腹いっぱいになりましたね。お腹いっぱいです。もう大満足です。大満足でございます。アジ祭り、今日がね、初めてお寿司を、お寿司をね、いいですね。嬉しかったです。またやりたいですね。久々のね、釣り大満足でございました。あとちょっと伊藤自動車さんは、あ、そうなんです、伊藤自動車さん、今日はあの船はね、大丈夫だったけどね、克服して、あのとても楽しくいっぱい釣れて、あの近くですっていうお言葉をいただいたのですが、ちょっと夜はあの頑張りすぎちゃったかなちょっと体調崩されちゃったり、お休みと、お休みと、次はぜひあの一緒に宴会しましょう、伊藤社さんというわけで、また次が楽しみですね。そうです ね、だいぶいろんなことが分かってきて、そうですね、お祭りか、はあ、かかっているのかも分かるようになったし、なんか分かってきました、ね、はい、いろいろね、勉強になりますね。はい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 、楽しかったです、はい、さあ次はどこに行って何を食べようかな、お楽しみに。またね、ごきげんよう。